食いナビ。従来2名必要だった作業を1人で早くすることができます。打ち付けてくださいよ。板は水平であればどこに打ち付けても大丈夫です。乗り方を機械で計測し、上下ともにゼロ表示されるポイントを探し印をつけます。さらに計測し、高低差を板に記入します。1対 1.5 の勾配で抜き板を打ち付けるので 271×1.5 を計算し印をつけます。それぞれ印をつけた箇所へ抜き板を打ち付けます。スラントという計測器で勾配を確認します。長安工業正社員募集、応募は概要欄のリクルートサイトリンクから。